さくまかない日本語のためにジョ日本語の果たすべき大きな役目が新しく加わってきました。国内一致の身構えを強めることの必要はいつの時代にも変わりはないはずですがこの今日の国家総力を挙げて戦うべき時にとりわけ痛感されます。明治のの初めこの方国語 国字の問題が幾多の波乱を得て一心一体しながら今日に及びました外地における国語の普及徹底も一億一心の団結を高める固めるための要件としてこの際すこぶる大切な意味を持ってきました国語政策の力強い実施がますます要望されますしかしさらに進んで大東洋建設に力を添え共栄圏形成への道を平らにすることは日本語に背負わされた新しい使命として大きな覚悟を私たちに促すものです 日本語ののの世界化の問題にに今こそ透明すす。るに至ったのですしかも問題はしきりに急速な解決を求めてやまず事態はいよいよ日本語の現実とそのあるべき姿といつも念頭に置いてゆるゆると歩みを続けてきた著者の構想は思いもかけずここに現在差し迫っての要望に対して整えたあらかじめの用意ともなっていると見られないことはあります前前後を通じてこの日本語の諸問題に対して取っている態度は 自理を明らかにする科学的精神に立脚してあくまで日本語の本然の性質をまっすぐに伸ばそうとするもので今日の時局において当面する事態の対策もおのずからその辺りから生まれてくるものと信じます大きな建設の門出にあたって日本語の発展の機運をことほぎ我らの母語の健やかな生育を祈ってあみません昭和17年1月著者1日本語の問題日本語問題の登場 音声による波動を伝播する軽量的な設備が今日のように発達しない時代には一般に遠い土地の人の口言葉を耳に受けるという機会はごく少なかった近いところに住む狭い範囲の人の言う言葉が日常を耳にするところのものに他ならなかった音声を電気的に仲介する通信の機関すなわち電話特に無線放送が普及するようになってこの辺りの事情が一変したラジオの普及は実に顕著なもので日本におけるその普及率はアメリカやドイツやイギリスには及ばないらしいが 内地における加入者数はすでに500万を突破しているアレ様だという、一つの受信機について数人の聴取者があることを考えると、幾千万という人々の耳に一切伝達されるニュース、公演、演芸があるわけで、伝達単位の拡大は誠に驚くべきものがある。しかもそれが毎日のことで、休暇なしに続けられるし、スイッチを入れたままにしておけば、朝から夜までほとんど簡単なく鳴り響いているアレ様だ。その中にはもちろん言葉のない音楽もあるが、 その大部分は言葉にによっっててののの内容をももたらすものになっている。その言葉はもとより他でもない我が日本語だこの放送の日本語が遠く山を越え海を渡って全国人の耳耳耳に直接に触れるそこで言葉として言葉につきまとう書生室においていろいろな感触を引き起こすようなことも自然に生じてくる放送者講演者に対する注文もあるがそれの使用する言葉についての言い分なども聴取者の投稿の形で放送局や新聞社に殺到するという勢いが現れる。 ところで補正をする者の立場に立ってみると言葉遣いに対して全く無関心だということはまずながら、まずなかろうと思う。特にこういうことをたびたび経験しているというのでないか人の場合には自分の言うことが聴取者によくわかるだろうか自分の声はどう響くだろうか鉛が出て聞き取りにくいのじゃあるまいかだのとの反省とその不利な点を何とか補おうとする努力とはかなり試みることと思われる。言葉に対して考慮するという心がけはとにかく持ち合わせているはずだ。 むししろそうした点を気にみすぎるとも言ううべき場合が少なくなくいだろう初めて演壇に立って大衆に呼びかけるときに感じる胸騒ぎと同じではあるまいか何かそうした気がかりを抱いてマイクロフォンを見据えるということがこの際普通の心理状態だろうと思う他人が聞いてもわからないような言葉と知って使おうとする人もあるまいまた悪い言葉だと思わ,思われそうなものを話すつもりのものもないだろうできるだけわかる言葉自分の考えでこれは良い言葉と思われる言葉遣いを誰しもやっているわけだ。 ところで、それを聞いててみると果たしてどうか。これは私たちが毎日経験している通りでもちろん十人十種の生まれつきの声の違いは問題外だが言葉遣いののののの点点や発音の点にかななりの不一致を生み出すのが現状なのだ。放送局側の手心や放送者の心構えがあるにもかかわらず話されて伝えられてくる日本語には相当に異様なものがあるこれは実際の方言的な相違をそのままさらけ出したのではなくてとにかくわかる程度あまりひどくない程度での偏りなのだが ラジオがそれを、いわば大仏しするるる。ので、耳にに際立って聞こえるこえとになるある地方の学校の校長防止の真面目な内容の話がどうしても漫才のように聞こえたがその由来するところは主として抑揚アクセントの具合にあることが分かったせっかくの収容講話のようなものもこの言葉付きのためにただ滑稽な感じを与えるだけに終わるということもたぶたぶ経験されるがこの程度の事柄は日本語の不統一不正遁の片りを除かされているのに過ぎないもので 実際に日本各地で行われている言葉の相互普通の度合いはこれどころではない放送でもしようというような人で比較的に自分では気をつけているつもりの言葉なのだがそれが音声の姿づけを持って受け取られて比較が手近に行われるようになったためにそれの企画外れが今まで隠れて目立たなかった状態から急に明るみに突き出されたというわけに他ならない大体はその意味を聞き取ることができるにしても おお思いがけない間違いをこれらの言葉の相違からジャッキすることがあるもちろん方言そのままで話し出すと他の地方の人にはほとんど少しも意味が通じないから実際の放送では勤めて避けるように心遣いをしているに違いないそれで主治の人から違った音韻アクセントを持ってする日本語を聞いても大体のところは理解が可能になるからその中に現れた耳の慣れない部分をなんとか推察するという練習ができてくるこうしてこ,うこの人ならこう言うのだ。西雲古 言葉遣いをしセイラン・コジはああいう言葉遣いをしあ,あのアクセントを使うのだというふうな心得がで,で,心得ができる漫才は純粋の大阪弁でなくてかなり共通語の特質を加味して分かりよくし,したものになっている紛れもない関西弁の特色を濃厚に出していることは言うまでもないがそれでいて結構意味が通じるというのもつまりはこうした手心が加わっているからだ。そんなわけで大体話が通じると おの,おのの単語のアクセントなどはどはうでもいい日本語はそれで分かるのだなどと平気で言う教養順守もかこつける言い訳をそんなところに見つけ出すともかくこうした日本語不統一の現状をラジオなどの発達がまざまだと私たちの目の前にいやむしろ耳のもとにはっきりさせてくれたこれでも平気で言おうとする音痴は別問題だが普通に働く聴診権の持ち主なら相当に悩まされずにはいまいところでこの点に対して反省を促す他の有力な事態が近頃発生した。 ここれこそ従来のの国語問題の中心を転移させて、日本語の問題としして新しく登場させるに至っったた。主なな動力ののだった日本語の海外への進出大陸への発展という現実に迫った問題に当面すると早速この今まで観客されておやめようになっていた音声言語としての日本語を正しい姿に立て直さなくてはならないことになるここにこそ粛清工作が必要だそれはもとより今更騒ぎ立てるのがおかしい言葉なのだが何人も問わずその必要を感じないわけにはいかない。 そうしてこの必要を党多の責任がらで回避するわけにはいかないように押し詰めてくるところに新しい事態の迫力がある。国語問題は従来その主力を文字の整理や使い方の方面いわば各言葉の側面に注いでいたと言えよう漢字の無制限な使用が反省されて常用漢字の案が提出されたりさらには語訳字制限が考案されたりするようになっていた。 これに対して世人はかなり冷淡な態度をとっていたように見えたがしかし機運はいつとは知らず次第に常用の漢字の節言の方へ歩み進んだと言えよう例えば「主人の福祉」や「これこのそれその」などのような語史を漢字で書くことがだんだん少なくなって金書きが次第に一般に普及したこと当て字を避ける傾きが文筆を取る人たちなどにはかなり意識的になっていること振り仮名がなくても一般の人に読めるような文章を書くという主張が各方面に多くの賛成を得たことなど 極めて序事に,にはあるが国事問題は具体的な解決の方へ動いてきてきるるとみられるまた文体の点で口語文が支配的な地位を占めるようになったことも眼前の事実で尋常小学校の国語読本も極めてわずかの文語文を載せているに過ぎないしその過程で総論文のようなものの習得を課してはいない今日の学生がたまたまし字などを古風な文章で綴ろうとすると時としてし字とも弔辞ともわからないようなものができたりするなどというあれさまだ。こうして 公文でなくては論文なども書けないということになるし手紙にしても文ののの窮屈なな規約が過去のものとなってしまう今日文語文金混じり文の行われる範囲は動くか狭められて法律命令などの格式ばったものだけに取り残されているもののこれも時日の問題で法文公募化の機運も次第に醸成されていくように見える。 金遣いの問題も外見低頓しているようには見えるが、歴史的金遣いに対する執着は次第に薄らいできるように思われる。つまりは習慣上のことで感情の上でこだわっているというのに過ぎない。金の本来の利便を減殺する一方、大いに学習の負担を増す現行の金遣いはどの道改められなくてはならない。これもおそらく時日の問題で、少なくともジオン金遣いの煩わしさを無用とする声は、今日ほとんど一般的になっていると言えよう。 主として、語法上の古料と傍ら語源への名残惜しとか名残しとかから国語金遣いの保存を主張する人たちは、学問上の根拠ということを真向かいに振りかざして、金の使用法の合理化に反対するが、その根拠というのも結局語源と語法的変化の規則等への考慮にあるだけで、反対的な規制の凄まじさは、むしろ感情心理的な理由に基づくものだろう。この際、音声言葉に即した理法において日本語の本領が監修されていないことが、 これらの論者の学問上の根拠を偏ったものにして、一歩踏み出した立場における事、理の見通しを妨げているのだ。しかし、やがてこうしたやがては、こうした論者がも了解を与えるようになると思う。こうした両者側も了解を与えるようになると思う。その他の国語問題もかつて盛んに論議されたときほどは問題ではなくなったのだろう。実践の方へ次第進んでいくことと思われる。 ただ新たに登場した日本語の問題は音声言語としての日本語を前面に持ち出してきた点および国内だけではなくて国外に対しての文化工作の性質を帯びている点でかつて見られなかった親身を示す。でこれに対処するものはこれまでの問題に対するのと大いに勝手が違うことを感じる。実に別個の教養と式権とがこの問題を取り扱おうとする者に対して要求されるのだ。文献に現れた日本語の政策に専念する人々はとかく保守的な考え方にとらわれやすいばかりでなく このの新しく持ち合わされた要求に応ええるようななものを備えていない場合が多い。場が多過去の文化への強い憧れから現代の一切の事物を運隠加害視する傾きを免れたい。ところがその一方今日の進歩的を自認する新人には外国文化の優秀性を信じて言葉についても最初から外国語の優位を念頭に置くという風が見えるいずれも偏っていると言わなくてはならない。 保守的な考えの人たちには、祖先日本人のかつての外国尊重の遺物を無条件に受け継いで、それに対する批判の必要に思い及ばないものもある。そのくせ、今日の青年などの外来文化吸収の熱心さに前を潜めるのだ。文化的に遅れたところにあった昔の日本人が、外来文化ことに品文化の一色に心を用いたのは最もなのだが、大々固有文化の評価はそれのために大いに誤ったことは、今日の欧米尊主社流と,なると異なることがない。 とかく日本のインテリ社流が今も昔もそうした傾向を示すのだこの対外態度を清算して十分に批判的にことに当たるというのではなくては日本語の問題も正当な解決には導かれないだろう日本語の本領は先人の偏見を離れて自理に徹することによって初めてあらわにされる昔のインテリは漢文の重圧のもとに日本語文を変形させた漢文訓読から生まれた文体は外国語法の反響物を 不祥化のままに取り入れて、日本語の本来の形作りを歪めたところが非常に多い表現の豊かさをもたらしたと説く考え方がありふれているがそこに不祥化のままに残っている幾多の漢文崩れがあるという事実は気づかれていないらしいそれと同じようなことを今日のインテリが現在の日本語の文章に試みているそれはいずれヨーロッパ語風の言い回しな,回しなのだが日本語の性質のどういうものであるかを十分に考えに入れずに むやみに模倣しようとするのだ現代のところそれは金混じり文が漢文から受けたほどの華々しい歪め方を生じるには至っていないと思うがとにかくそういった形跡がちょいちょい見受けられるのだそうしてちょうど1時台前の日本人が漢詩人気取りで得意になっていたように日本語のイギリス語的なまたはドイツ語風のひねり方を工夫することを今の新しがる日本人はすこぶる自慢しているようなありさまだ。 こういう人たちに日本語問題の処理を委ねることは日本語自体の健康の圧倒にとって不安,不安心極まる次第と言わなくてはならない。日本語への認識を深めるべきこと科学的な検討を試みなくてはならないことそれの知見に立脚してこと従前の問題解決が遂げられること筆者がそういう主張を繰り返して一世人の注意,注意を呼びたいと思うのはこのような古来の日本インテルの一種の病気に対する適切な治療法をそこに求める必要が痛感されるからだ。 昭和15年5年月7日科学評論日本語の現状への反省日本語が海外から要求されているという現在の事態は歴史上おそらく今だかつて見なかった,見なかったところで日本文化の専用の先駆として日本語の普及が重要な役割を務めるという見解から国際文化交流の積極的な施設にとっても一つの大切な任務としてこの好機会に日本語の海外への進出を促すことが取り上げられている。 日本語の要求はおのずから揺らいするところがある自然の勢いとも言うべきだがその機運を全容,全容し助長することは大切な仕事だ文化の宣伝という仕事は先方が耳を貸さないというのではいくら力こぶを入れて費用と精力労力を使ってみたところで効能は現れない準備工作も必要ではあるもののまず機運の熟してくるのを待つよりほか仕方がないがやっとその機運に再開して今日これとこうして適切な処置を施さなくてはならないことは今でもない。 ところで日本の文化的発見発展の先駆ともなるはずの日本語の進出が現実の問題としてどういう事態に当面したか今までに経験しなかった新しい局面にぶつかって不備なところがいやおなしに現れてきたのだ概して言えば不意をつかれたという形で用意ができていないという事実上が暴露されたと思う日本語を教える有資格者を求めることがまず第一に困難なのだ日本人でありさえすればいかがいいかというと一応そう,そうでありそうでしかもそれだけではいけないことが現実に示された 例えば北信に進出して,いるしている日本人の中には教養の低い人たちが大勢いるというが初歩の日本語ぐらい教えられそうなものは少なくないだろうと思われるそういう人たちが実際教授をやっているところがある先生に教わった日本語が他の先生の教えるのと違うお互いに通じない大体の発音はまだしもだがそれにしても画業の発音の関係から国語が国語となるような吸収的なものもあるしその他相当の推移を示しているらしいアクセントに至っては ももととと関心を持たななないいようう先生がかなりあるというその辺りのことに心のある人が他の先生の後を引き受けて教授をやったところ生徒のシナ人が「先生の日本語は違う」と言って聞きれない「体制理事に入,れると入らず」といった塩梅で「どうにも仕方がないと簡単した」と外談したという人の話を死者は聞いたがそういうてんやわんやの状態を現出しているのは北シナだけの話ではあるまい。 例えば筆者が時折耳にする朝鮮での日本語講座の放送は発音アクセントの点で機械なものだと思っている外国人はその自分の国語で組み立てている言葉遣いから日本語におけるごく普通の言い方にも異様さを感じ疑問を持つそれはむしろ当然なのだが普通の日本人にとっては問題になっていないことがあるだだから質問されるとその場の思いつきでなんとかお茶を濁すのが関根山でぴったりハマる説明などすぐには思いつくわけにいかない 他の例を持ち出されるとたちまち説明が矛盾してしどるもどるになるという石松そんな停体力を示すのも少なくないというさらに困ることには現在の日本語の記し方は記し方が乱雑極まることだ漢字も使っているので同文と言われるがその文という漢字はこの場合漢語ではあっても日本語ではないと言っていい日本語での文とは意味の違うものとしてつまり文字字という意味で使っているわけで 同文と言い考えばはは同じ形の字は使っていても内容がまるで違うというような場合は日本と信濃の間に極めて多い同型であって異議なのはかえって紛らわしいのでその点でもいろいろな不都合を生じている「華社」「汽車」のこと「汽車」「自動車」のことの文字だけで見れば入れ替えができてどれをどれに使っても差し支えないようなものだが 寛容ができ、言葉として一定の意味を持って定律されてしまうと後から模様替えというわけにはいかないその寛容がしこの相違は実物に即してみるとはっきり捉えることができるが抽象的概念的なことになるとなかなか飲み込むまでに時間がかかる特に意味の違いがわずかな場合にはずれていることに気が付かないで特徴して意外な誤解を期すことがある。 もちろん師として古い時代の漢字の用い方を採用している日本語の記し方は日本語の品語の中でも古くからあまり変わらない部分に対しては強同なものを示すだろうまた古典についての教養のある人々ならこのエコーと王聖功氏との間に行われたといわれるように筆談でもある程度に話し合うことができるかもしれないそんなわけで共通な部分も確かにあるところから少し日本語を覚えたシナジ仁は日本語で書いた一般の本や専門の本を漢字を拾って読むという弁法 一種の剣道を用いて間にに合わせるるようになる日本語はこうなるとあまり知らなくてもいい漢字の間を詰める詰め物の役割をしているに過ぎないものなのだ漢字は漢字で新しい品語心臓の加護と見れば済むということになるこんなふうに取り扱われた日本語というものは散々な低堕落だと言わなくてはならない漢字さえ並べればあってもなくてもいいいや かえって邪魔なものだというふうに取り扱われるかと思うと一方日本人自身が日本語の整った形のものを身につけていないで明々勝手にしゃべり散らすというのではそういうあれさまでの,での日本語の普及が日本語にとって一点望ましいかどうかすこぶる疑わしくもなる。こうして日本語というものは乱雑なものだそういうような言葉とだということに評価されたら日本文化専用の専挙どころではないまさしくその逆効果を生じないとは誰が保証できるだろう。 ここののの事態るるところは遠くかつ深いものがある外来文化の尊重から生じた一つの流兵に基づくももことも確かにある文章といえば漢文崩れのものをものし気の利いた美字麗句は漢語だらけと言われさまがいまだ根深,く根深く食い込んでいる漢字が日本語とどう,もどうしても調和しないとこ,ろはことは「送り仮名」という弁法を暗出してその規則が立たないという事実に尻尾を出している。 こうそういう書,書庫についてそういう書店についてつまり国事問題の解決についてあるいは解決と言わないまでもせめてセールということについてほとんど手が届かないで荒れ放題にしているというそれも一つの大きな手抜かりだ。日本語の規格を定めるという仕事がさっぱり進んでいないことも今さら事新しく言い出すまでもない次第だが「挙国一致の掛け声のやかましい今日日本もシナと同様に東西南北で言葉が違うのですか」と。 詩人にに質問さされるような現状まよっているまた実際違うと言われても否定するわけにいかない事情もある満州国あたりから日本ののの放送をを聞いていいてるる人が通説にその言葉の違いを感じるというこれは強度をほう1 0 k m 2 0の土地に限ってその強度の誇りを堅持しようとする人たちには感じられない心持ちかもしれないが一方海外に踏み出して日本という全体を振り返って眺める時に強度日本の持つ自慢にならない不正遁という感じが湧いてくるはずだろう。 大体日本語が言語として教育されるということは計量的には今までできていない計画的には今までできていない自然に覚えるのは幼児時代の家庭生活や少年時代のわんぱく生活でその後学校で言葉一般普通の用語を教わるという機会もなくそのまま,そのまま成人する教わるのは幾千幾万の文字と古い時代の言語で今では使われないような背後死後それから専門家の術語だつまり特殊語に他ならない 国語という学科は言葉を教える学科というよりは国文学の学科になりきっている小学校さえそういうあ様さまだ従って国語をやったが日本語を知らない国語教育者ばかりあって日本語教授の適格者が見つからないという現在の事態は当然の報いなのだというほかない一切は日本語への正しい認識が足りないということからまた日本語を理解を持って愛護する本当の道が分かっていないところが出てくる日本語の整った姿の美しさは全ての余計な説を取り除けて 不死を取り除けてその素直な本然のものに期したとき初めて十分に現ればになるということを納得いくように解くのにはこの調子でいくと与えられた指数の数倍を良しそうだこの大切な次第を今は割愛することにしよう昭和十五年三月二十日日本語の進むべき道今日極国一致一億一新ということの必要が痛感されて 一つのきっぱりした国家目的に向かって全国民が歩調を揃え,揃えなくてはならないときに、その号令がもしも全体に徹底しなかったとしたら、すこぶる遺憾というところではない。誠に心配に絶えないわけです。ところで、こうした上位下達が、実際何のところ滞りもなく行われているでしょうか。当事者たちの懸命の骨折りにもかかわらず、その点がどうも十分うまくスラスラと進んでいるとは思われない,思われないようなところがあるのは事実です。 それは実にその中間の役割を果たさずの言葉が意味をよく通じるようなものでないのに基づくことが多いと思われます官庁,側官庁側で頭をひねって作り出したあれやこれやの標語などにその意味の通じない言葉の標本を見出すことができます例えば紳士関東というような文句は何を意味しようとするのか大衆の耳には沈分寒分ですそういうような感性標語の 頻発も近来の異風景ですが干潮用,用語というのは普通の日常語と違うことはかえって当たり前であるかのようにさえ思われるほど一般の習慣になっています。バイも言うように実生活に関連した基地の事柄ではあるがただそれをこうごと違えて言おうと思うこともあるのは干潮語などの通用性として認められるところなのです。 小林親役、言語活動と生活岩波文庫142ページこんな特殊語をふんだんに使って上位形を図ったり同性を試みたりするのでその効果が上がらないのは当然なのですがそれを強行しようとすると国語はますます混乱してくることは免れません官僚は官庁語を意のままに捻出しては振り回すし日本文化や日本精神の伝統を強調する方面からは古典,しか古典にしか現れない古めかしい言葉が手当たり次第に持ち出されて 国語が豊富にされるというありさま,ですまた科学教育の重要性を言い立てる方面からはそれぞれの文化の述語がしかも一つの概念に対して数種の看護的訳語をあて,があてがわれてまき散らされます。科学精神の乱用や日本的性格の統治がそれらの,心臓,の心臓ないし古色騒然とした言葉の反復によって遂げられるかのようにこうした耳慣れないいや耳で聞いただけで は何分にも判断のつかない音声の系列がないし文字の裏列が渦を巻いて私たちの身辺に迫っているある様です日本語の混乱ということを国語教育の不徹底の罪に期することはもとより無理な話ですしまた見当違いなのです社会の情勢がこういう現状を白出したことを認めないわけにはいきません日本語の混乱状態が次第に世人の注意を吹きになってそれの改善が望まれるに至ったのは遅すぎるとは言うもののないよりはマシですその点に気づく そこで改善策が当面の問題になるわけですがこれに対する諸,諸家の意見解にす,ぼるすこぶる異なりがあるということはい,いつも問題ののの具体的な解決への歩みを妨げたものです今でもこの点についてそれぞれの立場によって態度の違う識者の言説を聞くことは問題の取り上げ方そのものにすでに大きな混乱のあることを思わせるに足ります。 日本語の現状は改善を要するものでどうしてもこのままに放任していくわけにはいかないという一時についてはおそらく依存のある人がないでしょう。ところがそれをどこへ導いていくかという報道についておよびそれをどんな手段でしとげるかの緩急について見解の相いがたちまち生じてきます。法とについては信歩的な色彩のものと保守的な趣味のあるものとが対立します。 進歩的なものには新しい文化の創造を目指す将来の日本の姿を大きく胸に描いてむしろ日本語の合理化を念願するというような態度があります。保守的なものには輝か,かしい過去の日本文化への追加に懐かしい魂のふるさとを見つめて現状の大きな変革を喜びませんむしろ昔に帰ろうとさえ無双するのです。進歩的な立場にあっては現代の実社会の生活が言語に依存することを極めて大きいことを自覚して生活のために日本語を一層有力な有効な働き手としようと努めます。 そこで能率という点からもこれを検出することをします実務家の側からこの要求が提出されているのは当然のことでなかんずく高度防衛国家の体制を整備しようとする際に重要な専決問題として軍事当局者によって掲げられるに至ったことは注目すべきですこういう理念を持つために日本語の文教をかなり思い切った方策で切り起そうとする求心的な生き方とも結びつきやすいわけで こうしてしばしばだから非難される伝統を軽視し、または無視して文化の向上に考慮しないと見られるような態度を示すことをもあえてします。この点で保守的な趣味を漂わせている人たちは、深く日本文化の所層に未踏するために、そこに愛着の念を変幻節くに対しても消し去ることができません。歴史的価格遣いのようなものでも改めようという気になれないので、何かと理屈をつけては改革に反対します。 理論としては改革に賛成しても感情としては、骨格をとたっとみたいのです。活字本の利便を認めながら、木版の古文書を懐かしむというような、その心持ちには同感されるものがありますが。これはおお言葉を骨董品扱いにする態度に通じます。で日本語の現状の整理か整理改善を考える際にも、この神秘的な変更によって、自理の見通しを歪められがちです。しかも、進歩的な改革案に対して。 常に伝統的な日本文化の尊重を力説して文化を破壊するものという非難をしばしば反対者に投げつけますそうして特に特に古い時代の国語国文学の増進の深い人々にこの種の態度を取るものが多いのでその主張にはいかにも学問上の論拠があるかのように世,世間の人に思われたりそう思わせるように仕向けたりします日本語の正統を図る進歩的な書作を進歩的な画作をまるで恋にする伝統の破壊のように思い込むあげくそういう人たちを何か 乱心俗しのように罵るところまで来るとその熱狂が手のつけられないものになります。勢いの赴くところを往々そんな羽に立ち至ったこことともありますところでこの上の2派の対立構想はそれぞれの側面から目をつける対象の違いにも由来することが多いのようです。新法案の狙いは主として実生活における働く日本語にありますからむしろ生活語が主要問題なのでしょう。 これれれにに対して保守派ののののを離なないのは、伝統に培われたに文化語の方なです。生活語は現実の生活にとって書くことのできない種類のもので保守派の人々でも日々そのおかげを被っているのですしそれの企画の不正当には方言的不一致にはや,やはりや悩まされずにはいれないわけです。国文学で万葉集ばかり研究している学者にしたところで奈良町の言葉遣いを日常やるわけにはいきませんしいつも法令の文句を寄贈する干潮語の達人でも 家庭生活ではしかめつらしい言葉を使いはします前詩人だからといって行,行中座がに名称死後を吐くとといいうことはないわけですするとこの生活語を問題とする限りでは共通の事態に透明するわけですし,したがって共同の立場を取ることが信仰派と同様保守派にとっても可能なはずです。 つまり一応文化語を生活語から引き離して格好づけておくということを試みるとその可能性が現実となる次第です。そうすると話し言葉としての日本語がどういう規格を保つべきかについて意見の一致を招き寄せるための地盤ができましょう。この際好んでする保守派の考え方である歴史的あるいは通じ論的な生き方を一時預けにしておいてもっぱら実生活の発露たら自発的な自然的な話される言語活動を土台として言語生活のあらゆる権限に関心を寄せる。 バイ前室131なら話し言葉こそ見かけによらず一般的なかつまた厳格な生存条件に従っておりそしてその条件が交互の統一をなす前室143ゆえを見ることができましょう生きている言葉の本当の特質はそこに見いだされるはずですし言語状態の正,正真正銘の姿はそこに描き出されるでしょう保守派が好んで念頭に置く文化語である書き言葉をもってしてはそれができないのですそのことを「イは明らかに示しました その知験に基づいて出発を新たにするならもともと見識もありその上専門的学食を備えている人たちにとって心臓の見通しはは容易なな仕事になるはずです。新法の人々には科学的に物事を考える訓練を備えたものが少なくないようですがたまたま言葉のことに古い日本語の事実などについては多くの知識を持ち合わせてはいませんそこで筋の通った考え方をしていても保守派の特に専門的学食のある人を納得させることができません。 従来の国語の研究はまだ十分に科学的だとは言えないようなものがあって日本語というものを研究材料として操作するよりも重すすす。べきものととして愛顔するという風があります日本語の尊重・愛護ということについても派派とととと保守とはままるるであべべなここなを考えていることがよくあります。それぞれの立場に立ってはいずれも当然のこととして考えられるのですから反対の結果はつまり出発点たる立場の相違に基づくのです。で何か共通の地盤まで立ち戻らない限りはいつまでも水掛け論を繰り返すよりほかないわけです。 その共通の出発点は話し言葉の現場の考察や生活後の生態の研究を他にしては求めることができません。ところで、日本語の整理改善の目標はついたにしても、現状を改めの手続きの環境については、時期を考え、実情をに睨み合わせて決めるという用意があります。理想化肌の人たちは、この際目標にまっしぐらに突進したいとあたります。 実際かというような側の人たちは気長に構えて、なるべく摩擦を少なくしておもむろにことを運ぶようにします。事実はこう急いでも時が来ない限りなかなか変革はできません。そういう経験を我が国語運動者たちは常に積んでいます。で、焦ってことを遂げようとすると考えるものはあまりなくなったと思われます。ただ新しく展開された現下の事態に再会して、日本語の問題が大きく取り上げられ、緊急の解決を求められるようになった今日、腕を組んであぐらをかいているわけにはいきません。 今こそそのの時期がやってきたのでしょう。保守的な陣営の人たちも新ししい出発をを求めて、て協力して問題の解決を図るべきです。理論はともかくとしてせっかく政府の力で訓練まで出すところにこぎつけたローマ字の書き方も相変わらず重複しない一派が残っているために低頓の形を示しているという洗礼はここで思い起こす必要が多いにあるでしょう。文化語のことを別問題にしたのはもちろんそれを軽視するとか無視するとかいうのではありません。科学学語語や文学語の必要なことは、た 文化そのものの尊重に伴って言うまでもないところです。古典を尊重しなくてはならないのは誰でも心得ているはずです。ただここで、とかく論者によって忘れがち忘れられがちなのは、これらが生活語に比べるといずれも特殊語だという点です。環境語が特殊なもので、株やの用語が特別なものだと言えるのと同様に、文学語も科学語も特殊語なのです。普通に通用する外来語よりも、漢字を並べて造語したものが特殊語だと言えるとともに、語源的には重要でも危機満用の古語は、 日用品の買い物で使うことよりは、もう特殊なものです。文化語は生活語を支えるような現実の力を備えていないのです。これはことは新しく解くまでもない、むしろ地面の事柄でしょう。生活語こそ文化を支持するもの、土台を提供するものです。生活語を健全に保つことが、文化語を健やかに追い育てるために必要なのですし、私たちの使う日常語を力強いするものにすることは、 結局日本語そのもの我が国語そのものをしっかりした言葉として進展させることになるのですこの点についての筆者の所信は生活語としての日本語に述べてあります高度国防国家の体制は高度な日本語統一を要求してくるでしょう東亜共栄圏の確立のための共通語としての使命はやはり日本語の高度の統一を要請しますまず健康な日本語を目標として進むべきことは日本語の現状の改善策として動かないところです 諸種の原因を取り除かれなくてはなりません。統制を必要とする切羽詰まった事態なのです。放任されてきたためにこそ発生した混乱状態なのですから、かなりの程度に統制することは、免かれがたい必要と認めなければな,なりません。その方とはもちろん第一に日本語の本領、いわばそれの生活原理に立脚して健康を増大するところに損します。これがためには時として文化後の豊かさを制限するということもやむを得ますまえ、 今まで無党政に無土地に乱造されまたは乱用される概念的な誤視、中にも無難ような誤視をごく排除することも必要になりましょう。この問題は文化後の再建というところまで推し進めなくてはとどのつまりの解決をもたらさないわけですが文化後が力,力づく根を張るためには生活後の土壌によりどころを求めなければならないことを考えれば自然に頷けるものがありま,ありましょう。 日本語の進むべき道を考える際に、標準語彙の選定、それに伴って発音・アクセントの標準化がまず第一に提出される問題ですが、しかし日本語の根幹として支柱となるものはむしろ語法・構文にあるという知事に思いを致さなくてはなりません。標準語法を立てることが重要な言葉です。書き言葉についても、三積した問題がありますが、日本語の進路をどこに照準すべきかということになると、前にも言う通り話し言葉となり、さらには生活語を専決問題として取り上げなくてはなりません。 この際、岸田国志氏が国語循環のとととして題しててて述べべいいるるるこころに、に大考えさせられるもののがあることを見,見出すべきです。きで国語の改良ということがやはり単なる便宜主義とかあるいはまた一部人種の好みによって言葉を上品にするとかそういう方針に基づいて行われたならば日本語のために果たして良い結果が得られるかどうかということを筆者も死とともに恐れるのです。朝日新聞社編国語問題編国語文化講座第1巻初集。 いや、むしろそういう方針でやってはならないことを特に警告したいと思っているんです。生きている日本語の本当の実質を見出させる科学的研究に基づいた見通しが、建設的な整備計画の土台とならなくてはいけません。実生活から湧き出る自発的表現を捉えて、資料とした科学的認識に立脚すべきです。ここでは従来の国語学が取り扱い慣れたかなり不確定な時期と地域とにわたる文書の上のわずかな資料の交渉によって補われたようなものにも基づくものではいきません。 あの指摘方法も不適法不適当なのです。こうして日本語の健康を回復し増進するのこそ、第一に金融な事業です。昭和16年、国語教育26-7日本語の海外普及と日本語学海外諸国において日本語熱が勃興しているという報道はしばしば伝えられて、一部の人たちにはすこぶる気を良くしているようなありさまだ。 その実情がどんなものかという点を十分調査してみなければ、日本語への要求が果たして根底のある根強いものとして成長していくかどうか、国際的な共用語の一つとして日本語が登場するというような予想が成り立つかどうかということも何とも言えない。しかしとにかく日本語学習の要求が従来よりも顕著に起こっているということについては間違いはあるまいと思う。それはすでに数年来次第に現れ始めて傾向,傾向なので、それの勢いが一層強化してきたというのはこの際当然のこととして考えられる。 だから北島方面における軍事行動の進捗に伴う戦部工作の表れとしての日本語の教授という最近急速に展開されるに至った事態はもとより注目すべきだがそれとおじずから出発点を異にしていわば日本の国際的地位の推進に伴う日本的事情への関心から日本研究の前提として日本語を学習するという意味の日本語熱も前時高まっているはずだ。 そこで単にに商業会話に役立つだけの日本語では、そのものを日本文化の所産として何らかの意味で民族文化を反映するものとして理解されるような形で提示しなければならないと思う。ことに日本語の非国際性ということが問題になったり学習が難しいという定評が出来かけたりする事態において日本語の本領を的確に明晰に示すということは極めて必要な事項と言わなくてはならない。実はここのの点に欠けるるところがあるので、 日本語ががが親しみいいいものとととなっていたという事情があるる思われる本来それほど理解に困難なものではないのにそれを正当に返していく鍵が与えられなかったゆえに難物視されたというわけだと思うどう考え,た考えればい,いかについて適切な指針が与えられていなかったそういう指針を与えることが怠けられていたのだったどういうものとして理解すべきかを明確かつ適切に示すことのできるのには日本語そのものが十分科学的に解明されていることを必須要件とする。 日本人自身は日本語を自然にその日常の生活環境において習得するので格別理知的に解明することを要しないだろう。母国語たる日本語を自由に使用するためには言語に関する科学的知識を必要としないしわずかな反省をも試みないでやっていくことができる。それは母国語のありがたいところでもあるのだがそれの習得のためにどれほどのシンクを積み重ねてきたかということも十分に考慮されないわけだ。 実は心的発達の最も盛んな幼少の時期において大きな努力と長い年月がこれの習得のために費やされているのだしそれの不適切な学習が後年に類を及ぼすものであるということについては特に小説を試みて初めてわかるほど根本的に人々の生活の中に食い込んでしまっているのだ外国人の場合にはでにその母国語を持っているそれの基準によって思考を遂げることに慣れている。 性質のすこぶる異なる日本語を学習しようとする場合にはその輪郭をその骨格をその体制を描いてかか,か,からなければ受け入れることができないわけだ単に自然的に多くの歳月を費やして普段に使い慣れることによって習うというわけにはいかないしたがって骨組みを求め組み立てを尋ねるというのが当然の要請なのだところでこの要請に応じて何を与えることができるかというと前にも述べたように適切な回答を与えることができない なるほど、規制の日本語認識の体系を与えることはできるし差し当たりそうするよりほかはないのだがそれによって日本語の本質的なものの解明が問いられるということは期待されない。あたかも日本精神の検証日本文化の専用というようなことが単に概念的な言葉の羅列によってするのでは空虚の響きたりにとどまりただのフレイタスボイボシ・ボシスに他ならないのと同様にそれが緩和 緩和例けだ。日本語の音韻体系の構成やアクセントの機構などについてもし何らの科学的な解明が与えられなかったならば本質上その性質がヨーロッパなどの書語の場合と著しく異なるこれらの特性は学習されることが不可能ではないにしても適切な教授法が立てられるはずはないので自然になれるという方法によるほかないわけだ。 日本音声学の科学的認識ができているのでそれの成果を実際の教授に利用して効果を上げることが可能になるその実際上の適用にはもちろん手順の配慮を要する次第で教授法の任務はそこにあるのだがその教授法の成立を可能にする根拠はどこまでも当の日本語音なら日本語音の科学的認識に求めなければならないこのことが日本語の単語の体系に関しても近来問題になっている 当店の調査の不備から適切な計画が立てられないという現状は、日本人自身のためにも不都合なことで、初等教育における日本語の教授において使用される小学国語読本にもこの辺りに対する懲礼が欠けているので非難を被っているような始末だ。海外へ向かっての日本語の普及に際しては、この点の義務はかなり重要視されるべきで、同率の最も高い語詞を選定して、その少数をもって多大の功用を発揮させるように努めるべきだが、 それらの問題の十分な解決も、語詞の体系的構造、語源、語構成に関する科学的な知見の確立を待って初めて遂げられるものだ。会話的言い回しの数例を学習するためには、格別その後の本質的な構造を問題にする必要がない。語法学というものが十分明確にできていないでも、そういう要求には何の差し支えもあるまい。しかし一つの言語の特質を理解しようと志す者に対しては、その言語の成立する根底とも言うべき語法学の不備は、ほとんど致命的だと言ってもよかろう。 この点に対する日本語の科学的認識は果たしてどういうものを提供し得るだろうかこれについて23の所見を引用してみることが事態を操作させるに役立つと思うある随筆風の感想文の一節で斎藤誠也氏は次のように語っているところでドイツにおける日本語研究者の最も欲しているものの一つは我が現代語の文典である自分が大使武者工事氏の遺族を受けたのも 実は現代語を基礎とした日本文法の根本を作ることにあるのであったが日本文法書はその種類が多いようでありながら全くその趣旨を得ているものはまるであるということも極論ではない。思うにこれは過去の国語研究者が一般世界言語に関する認識に乏しかったという嫌いもあるけれど差し当たっては歴史文法注釈の方便としての文法学に因し言語の世界性という本質性の問題を軽視した点に由来するものが大きいと思う。 そこで自分は帰国後早速に善悪を果たすため適当の執筆者ないし内助の人を物色してみたのであるが未だその人を得ずその,その業にも突きかねている現状であるしかもその間に勃発したのが品事変であって北斜における日本語ですとともに自分はある軍人からさらに適当な我が文法書は何かという疑問を受けるという浜にまで成り立ったさて我が国語が文法上欧州語や品小屋に比べて著しく特色のあることは改めて言うまでもないが 例えば我がテニオ派や女同士屋においても現代語という立場から今少し論理的であり同時に実際的でもある研究が遂げられているべきであるに全くそれがないということは学会として大きい知力と評さ,、ね、評さねばなるまい。その軍人は何も北歯に限らず朝鮮人や満州人やに正確な語学を習得させる上にもそうした語法書は大切であるこれを今日まで闘閑に付して,ていただいたということは 全く国策という見地からするも誤っていたと言わねばならぬと非難したがいわゆる国策者念は国語愛語などという名のない抽象論にのみ耳を傾けずこうした実際問題にあたってみる必要は大いにあるだろう。国語教育第23巻の3昭和13年3月号同志はいえば国語・国文の専門家なのだがそういう方面からこのような言葉を聞くことは注意に値するだろう。 また中尾七郎氏ソ連邦における日本語研究熱と題する一文の中でも日本語の学習を困難にする要因としてまず1日本文法の不備2方言調査の未完成3語源研究の不足が指摘されているがその第一項には次の言がある「我が国語の文法はマフシノリナ長の代替の枠組みを土台にして発達してきた」。 明治時代の西洋文化の輸入とともにこの日本文法も西洋式の分類法によって体系づけられたがしかもその構造があまりに小さいためこの中に入れられないで置かれている日本語が少なくない近年各方面の国語学者によって国語の科学的検討が進められてきたがそれも自分らの手でわかるところのみをやっているのに過ぎないのであって大体100中の30の部分だけである残り70は全く未解決のままに投げ出されている。 今後はこのの方面に開拓の手をを入れれて、新しいい。日本文法をみ直さなななければなら西音教育第4巻の3昭和12年さらに野田信夫氏は基礎口語文法の試みと題する一致論において従来の国語文法を批評して次のように言う「我が,我が国従来の文法がこの基礎文法という見地から見れば到底そのままでは役に立たないそもそも我が国語文法なるものが現在のようなものでよいのかどうかそれすら疑わざるを得ない。 ことに口語についてはまだ口語文法というものが混沌たるアレ様のまま変えでみられていない単に文語文法を口語に当てはめて説明するのに努力しているに過ぎない感がある口語と文法ごとの対象文語が口語に変化する経路文語を元として見た口語の特質そのことが主な研究題目となっているに過ぎない今日普通に通っておる我が国の文法のあるものは大体こんな程度のものである学者も少なく ないし文献は多すぎるほどあるが我々素人から見ると細道を開くに忙しくて本道は行き詰まったまま放ってあるとしか思えない国語運動第2巻の3昭和13年3そこで素人たる市も自ら進んで考古文法の一つの試みをやらずにいられなくなるという段取りになっているこうして日本語学習を希望する事業者の側からの請求とそれに即応して日本語普及を図る供給者の側からの要望とは日本語の教授法の確立を促してやまないが。 これは一方、国語問題の解決の緊急性と相結んでその根本的法則の根拠を日本語の本質の科学的認識に求めるものであることを今や明白に監視しなくてはならない従来の国語学の枠内における研究がこの要請に応じることができないとしてもことも暴露された従って素人といえどもいやむしろ素人こそ新しい研究に参画する必要があるそうして新しい日本語の科学を日本語学を建設することが ににおけるる重大国策の一翼ななすことにもなるそのためには有力な研究機関の創設をも必要としよう。昭和13年3月20日科学評論ラジオと国語問題日本における放送事業が英理を離れてもっぱら公益的見地から統制的に行われ社団法人日本放送協会がその創立当初からよく世上各班の意見を受け入れて文化の向上のために努力してきたことは先進国に比しても 遜色がないどころか、むしろ誇示すべきものを持っているとさえ言われます。海外における放送事業の実情は、なかなか察知することができませんが、我が日本における放送事業が公衆に対して教化と実績と娯楽等を与えるために、日夜活動し続けている現状は、私たちの親しく見聞するところで、すこぶる感謝すべきものと思います。今、おそらく300万に近い数の加入者を要して、毎日早朝のラジオ体操から夜の演芸、 時時半の時報、ニュースに至るまでほとんど簡単なく鳴り響いているラジオに多少長短の時間の差はあってもしばらくでも耳を貸す人の実数は誠に莫大なものでしょう一瞬のうちにつづ裏,裏まで恨ま隅なく鳴り渡ると言っていいこの言葉や音楽の波はまた,または風はその規模の大きいゆえにその昼や寛断なく営まれるがゆえに さらにまたその民衆の興味を強く掴んでいるがゆえに、影響するところが広く深く大きなものがあります。一方、国語問題は、我が日本語の現状についてみると、種々の未解決で困難な側面を露呈しています。この問題は一朝一夕のことではなくて、過去数十年、数百年にわたって累積したものに他ならないので、それを究極的に解決するためには、また10年のやし100年の長期を立ててかからなくてはなりません。しかも広く日本全土にわたり、 日本人全体に及ぶところの事業としてて計画さされれ実践ななくてはなりませんその大部分において絶えず日本語国語を用いて行われる放送の事業が公益を生命として全日本を包括して進められるのに相応じてそれ自体実に国民全体の福利のために国語の整頓改善によって生活を合議にし文化を向上させるための国語問題の解決方策もその規模その範囲において全国的全国民的に営まれるべきはずです。 国語問題はいくたの細目を含んでその実際上の戦術に至ってはところに応じ特に望んで主事の変容を必要とするものがありますが目標とするところは要するに全日本的な統制に損する次第ですからラジオのような他に比類のない全国一切にの特権を善用することは極めて有利な実践的方策を与えるものと言わなければなりません。中にも他の手段をもってしては到底達成することのできないところをラジオが一人一人よく遂行する性能を持っています。 言語を話されるままに伝えるというその特徴はしかも同時に各広範囲にわたって忠実に伝えるという特徴はただ何者も,もの追随をも許さないところですしかもこの手段こそ国語問題の解決において従来最も困難としてほとんど着手点を見いだし得なかったところのものですラジオによって初めてこの有数な手段が提供されるわけですから国語対策の立場からもそれの理由が十分に考慮され実行されるべきですこういう事情から国語問題を念とするものは 誰しもラジオに頼って日本語を整頓し改良することを希望し、またその方向に沿って努力するわけです。放送事業にあたる人々も、その公益的国家事業たら誠実質に鑑みて、国語改善のために必要な施設を拡作し、着々実行に移していると思われます。ここにも、非営利的な日本の放送事業の企業形態の有利なところのが認められるのではないかと考える次第です。 かこういうふうに国語問題の方面からの要望もあるし放送当事者の側の配慮もあって現代の日本語の整理改善に向かっての方式は常に着々踏み出されていることではありますが国語問題が国民全般の重大な関心事でその改善の手段が効果的であればあるほどその改善の目標・方略はますます慎重に誤りなく考案され実行されていかなくてはなりません。 またその実際施設を一般大衆がどう利用すべきかについても心得ておく,べきおくべきことがありましょう国語問題一般が特にラジオと接触してどういう方向に具体的な切実な課題を発生させたかについてなお立ち入って考える必要がありますラジオを通じて国語問題を眺める場合におのずから幾多の神経感が展開されないではいませんこれを取り上げて吟味することが国語問題における根本的態度の決定と相まって 実際的方策を与えるために必要なな前提となりますで国語問題そのものはほぼ論じ尽くされたかの感があるにもかかわらずこの側面から展望を試みることもあながち不要ではありますまい。言わんや国語問題における態度そのものについては我が日本語の単に言語史的形態学的知見に基づいてないし常識的政策に裏付けられて決定されるべきでなく日本語を形成し転生させるところのむしろ内面的な機能的脈絡への 演説した科学的知見によってこそ自ずから取るべきものが示唆されるという点において筆者の知見はいささか従来の書家の見るところと一致しないものがありそれがために若干の重要な点において在来の国語整理の指針の設定に意義を挟まなければならないとも考えるのですここに一言書見を改知することは一種の責務と言って叱るべきでしょうだからまず国語問題一般がどうラジオに反映するかについて一応考えてみましょう 近頃、漢字廃止やローマ字、国定をめぐって再吟味を受けた国字問題も依然として国語問題のうちの重要項目とあることを失いません。ところがラジオに関係しては文字のことが表面上直接に問題になってこないように見えます。現状をそのままに捨ておいて漢字,混じり漢字混じりの悲しようを続けるにしても、あるいは金又はローマ字を採用するにしても、ラジオの方面にはすぐに影響してこないように考えられます。 好点は新聞雑誌のような印刷文化と趣をことにすることを一見明白です。ところが文字体系の相異なる構成は、ただ印刷もしくは記載に関係するだけではないということが、実際の事情を考え合わせれば容易にわかります。すなわちそれは発音の表示ということに関係し、また語彙の形成ということに関与するという点で、単に文字の問題なのではなくて、必然的にではないにしても、自然にまた言語の問題となるのです。発音表示ということについては、金専用の場合にも、 またローマ字専用の場合にも原理上同様に言うべき事柄が存立しますが漢字使用の現状にあってはそれだけではなくて特に語彙の形成という事項において重大な関係を生じることは免れません。日本語における漢字は言葉の発音の表示をほとんどそれの職責としていません。いわゆる改正の原理で構成された漢字の字音についてだけは若干発音表示の役割が認められますが一般に日本語における漢字の使用法では発音表示はほとんどコールの 外にあると言えましょう。この点は同じ漢字でも品語において用いられている場合と全く趣を異にするわけです。もし漢字の使用を字音の場合にだけ制限しようとする主張が広く実行されるに至るならばににおける漢字のの用法と似たものになりましょう。そこで漢字面からその代表する言葉がどう発音されるべきかを知ることが本来できないわけです。 ある日本語を知っている人がそれに該当する漢字をあらかじめ習得しておいてそれから後に至ってその漢字に出会った場合にそれを再認するというわけでいわゆる文字の読み方がわかるのにはこうした手続きを得ることが必要です。ところが特に原稿の漢字の場合にはこの関係が極めて複雑になっていますから。 いちいちの場合をりえす放送においてはそういう間違いを生じないようにというので特にアナウンサーの採用に際して読み方の試験を施すやら雑読の固有名詞その他の読み方を研究した小雑誌を難読の固有名詞その他の読み方を研究した小雑誌を配布して注意を促すやら当局者の方でいろいろ対策を講じてはいるようですが。 突発的にこの読み違いが発生することは防ぎきれないように思われます。それはつまり根本問題として漢字や金遣いの使用があまり複雑すぎ、ことに特殊の漢用による用字法が全く半字物的になっているという自由に基づいているのですから、応急の手当てではなかなか防ぎきれないのわけです。発音表示の不備ということは現行の金についても見られます。速音を表すために用いる図を特に小さく書くか印刷するかしないかしないと、 画行の図と紛れるのは当然ですから、余つさえ、かつてカムチャッカなどが読み誤られることはあまり珍しくないほどになっています。また、画行とそれに対する通便的なものを区別するカナの用法がないために、発音を各自の流儀でやっていくだけでなく、むしろ全てを硬い画行で発音する方が正当だと思わせる嫌いもあるような現状です。現に筆者の知人の中には意識的に微音的画行をすべて排斥して、 吸収人的な発を真似ようと努めている人があります。意識的努力にもかかわらず、その希望する通りになりきっていないのは別問題として、そういう主張を他からも時々耳にすることがあるという事実は、かなの国語表示の能力の問題という観点から、考察すべきものがあるのではありませんか。が、漢字の読みにくさ、読み違いやすさと比較すると、これなどは問題でないと言えるかもしれません。実に教育直後を正しく読むことのできない校長さえあったのです。 正しいい読み方の振りなを必要ととするという事実は、笑えない現実でい大体漢字の場合には難訓だけでも各方面に数多くある上に読み癖が必ずしも同一でないような例もあり持音にしても半切れによって示される辞典の上のものと現代の寛容のものとがしばしば食い違っているという次第で日本放送協会は放送用語調査委員会を設けて一般に用語の調査と整理を企てて 特にこの点については常用看護発音整理表というパンフレットをこしらえてアナウンサーの参考に供しているということですがこの現状に処せる対策としては差し当たりそうするより他がないでしょうつまり国語問題が伝統的な分断だか敏乱だかしている墓字使用法による難局に直面してどんなに当惑しているかを放送の仕事が適面に示してくれ,てくれるのですしかもそれが単に問題の一部面に過ぎないことを忘れてはなりません。 漢字に関連して看護的語彙の氾濫ということが困った問題になっています。次に用語の問題を考える際に合わせてそれを解きましょう。ラジオに使う言葉の資格としていろいろ挙げられる中に、耳で聞いておかれるものというのが、ごく大切な地位を占めるはずなことは言うまでもありますまい、これは自明のことで取り立てて要求するのがおかしいようなものです。ところがこの分かりきったことが、今日の実際には真面目に要求されなくてはならないのです。それほどに今の日本語は、 変態的になっているのですしその不都合さがラジオの場合に最も顕著に前面に押し出されるのです耳で聞いただけではその意味を正しく理解することができないものともすれば誤解を生じるようなものがすこぼる多いのですそれは何に基づくのでしょうかもちろん日本語が本来音韻の種類に乏しいので少数音節でできている単語に同音異義のものが起こりやすいという自由も数え上げることができますが本来の日本語にあってはあるいはアクセントの際によって 同音の覚悟を言いい分けることもできますし現ににそういうアクセントによる単語の判別がかなり行われていますところが幾多の漢字の字音は品語の本来の音韻的差別のニュアンスを失って単純な日本語の音韻に同化されたものですからごく限定された変異性をしか示さないためにこれから作り出された多くの語彙がどれもこれも同じような発音のものとなるのが多くてその結果漢語特に無数に不要に作り出された心臓漢語が華々しく同音意義の語を蔓延させました。 これについての実例は、いちいち上げるまでもなく、辞書を見れば、同一発音の種類の単語が少なからず、羅列されていることを発見するでしょう。例えば、期間という発音を持つ単語を考えてみても、立ちどころに10種ぐらい思いつくことができるというような始末です。そうしてこの場合、アクセントによっての行く通りもの区別は、ほとんど不可能なし不自然でして、事実上でも2種類ぐらいしか区別がされていません。 この事態が言葉にににににとっててててどどんななな不都合なももののであるかについては、タイヤや講演などに際しても俺に触れれ感じられます。この単語を理解させるために時としては同意語類語による言い換えを試みたり該当の英語などの外国語に助けを借りたりある文脈を採用演用し,したり来たりするという誠に煩わしい手段をも取る必要が生じますそうしてその困った事態がまたもやラジオによって極めて鮮やかに印象されここで話し言葉としての日本語の現状の不都合さが痛感されるわけです この事態は幾多の新語の応急的な政策という必要に迫られて発言した現代日本語の特殊的な現象には違いないんでしょうが長い年代にわたった漢字の使用ということ従ってそれを造語の方便としてむやみに適用するのに基づくことは明白です。漢語の乱用は本来の日本語の造語力を萎縮させてしまったとも言われます。字面ということだけがこ考慮されてその音声がまるで忘れられてしまっているのです。 文字としては漢字をすなわち「品から渡来したところ」のものを使用しているのですしその漢字を思い出すことによってわずかに同音異義の覚悟が識別されるのですが同じように日本化した音韻を持って発音されるジオの外国から渡来し,した言葉普通に言う外来語は別にその元の文字綴り政治法を思い出さなくてもよくわかるものばかりです。同音異義の外来語など,などというものはほとんど数えられないほどのものでしょう。 訳語ではプロがいろいろな意味を持って使われるというような例もありますが、それなのに区別のつかない紛れやすい漢語という一種の外来語と言ってもいいものは盛んに増長して、や,やっぱり日本語であることには変わりのない新しい外国語から,から入ってきたわかる外来語が拝撃されたり、別の漢語で取り替えられたりしなければならないという理由は立ちにくいでしょう。古く日本語の中に入ってすっかり本来の国語のようになりすましている単語のうちにも、 朝鮮語はユーに及ばず、シナ語、ボン語、ポルトガル語、オランダ語からなどから伝来したものは少なくありません。新しくはあっても,極,もう極めて大切な役割をしている外来語があります。外来語は日本語に同化されてしまったものです。もはやどこから見ても外国語ではありません。その音韻は日本語の音韻体系の制約によってその中から求められたもの、またはその中に定義されたものなのですし、そのアクセントは全く他の単語と同じ種類のもの、日本語そのもののアクセントなのです。 でそれはかえって元の外国語の中では、その外国語の単語として通常しないものになっているのです。本来の日本語の他の単語を書きあ表し得るのと同じ程度で、この外来語を金が書くことが可能なのです。わかるか外来語の代わりに分かりかねる漢語をあてがうといった流儀は、何かとらわれた考え方に基づくので、全く勘違いです。英語などからの外来語の横行があ,あまり心持ちが良くないというのには、最もなところもありますが、 そうかと言ってやたらに漢語で言い換えるために紛らわしい発音のシン,シングを嫌が上にも増加させることには無分別な仕業と言わなければなりませんラジオがわかる言葉を要求するのは至極当然のことですからこの辺りの問題に対しても用語の先天において適当に考慮しているはずですラジオそれ自体もアナウンサーとかニュースとかラジオコントとかいうようにだいぶ外来語を普及させていますこれに対して格別文句を言う人がないとすれば結構なわけです 一方では放送というような信号を作り出してブロードカスティングやその他の簡約広判などを取らなかったのも分かるようにしかも簡単にという周囲に出たものとすれば判定すべき理由はないわけですドイツ語の全ドゥングなどから思いついたかどうかは別問題です聞いて分かる言葉の採用という周囲はもとよりラジだけでなくて言語一般に当然通用する事項ですこのののの点についての日本語の現状の改善は、 放送用語委員会だけの問題ではなくて、国語問題の重要項目とあるべきであり、まさしく国家がその解決を図るべき責任を持つものです。特に国語教育には直接の関係があるはずなのですが、教育界がこうした現実の事項についてどういう対策と用意を持っているか、その点をすこぶる心もとない気がします。現在のところではむしろ音韻の移動という点には無頓着に看護を乱造する人たちが、学会や教育社会にも多いのではありますまいか、 少数のカナロン社やローマ字論者の中にいわゆる言葉直しを真面目に考えている人があるほかにはこの点があまりかいみり見られてないのではありませんか。用語の選定において全行の要請のほかに発音しやすいものという一時が挙げられていたと思いますがこれもしごくもっともなことと信じます。特に新しい単語を構成する場合に発音し難いものを何の用意もなく採用してしまって後になって困るようなことがあります。で顧客心理を念頭に置く商業の方面では そんな点にも最新な注意を払いますが、官庁などではかなり無頓着にむやむに長ったらしい名称や、ぎくしゃくして言いにくい故障などを暗室します。内容を明示するために苦心したのかもしれませんが、文部省内に申請されるという噂のある教学局などは一つの適例ではありますまいか。漢字の面を見れば何ら多気なきものでしょうが、これをいざ発音する段になると相当ぎくしゃくします。 もっともこの場合に微音的に「が」を入れるのが標準的発音ですからそうすると発音の難しささがいく分か緩和されますもしそうしないでこの「が」を吸収方言的に発音したら全く驚愕すべき聞こえのものもになりましょう発音し,しにくいものとはどんな種類の連音かということになりますと音声学の専門的な考察が必要になります。でここに立ち入って述べる余裕もありませんがかの無声化の傾向がそこにかなりの関係を持っているほかに「 古来発音遊戯において間違いやすいものとして行われていた主々の連音の場合に見られる音声のつながり方が確かに典型的なものと見られますその中には「気空脚」などというような連なりがあって発音の難しいものになっていますがこのいわゆる直音とそれに対する用音との直接の連結が発音の難しさを生じる原因となっていますつまり直音なら直音で続けよう要音なら要音の連なりでいこうというのが発音運動の自然の傾向なので それをチャンポンにやるように要求されるところに発音の難しさ、言い換えれば長音運動の急速急速な変換のぎこちなさが感じられる次第なのです。この点だけを考えに入れると、驚愕曲ではなくて、驚逆曲、あるいは驚曲曲といったような頃ならば、まだしも発音しやすいわけです。最も,もそういう音声発生上の学理は分けまえないでも、耳に聞いた感じや口を動かす具合で大体の見当はつくものです。 そういう漢字を学校教育でほとんど要請しないので、漢字の鈍い知識階級ができるのかもしれませんが、発音しにくいかどうかぐらいのことは、たびたび反復して発音を試みたら大体分かりそうなものです。それにこうした漢字を一変の主観的な感情の問題として片付けてしまってはなりません。日本文学の鑑賞というようなことにも没交渉な事柄ではありませんし国、国語教育にとってはむしろ本質的な事故なのですから。 放送用語の選定という仕事は日本語の標準的規格を提供するという意味において重大な国語対策ですしラジオの文化的使命に鑑みるときそ,それ自体大きな国語教育に他ならないでしょうそうするとその選定に際して取るべき基準の設定はしこしかぶるすこぶる重大な意義を持ちますそこには指導的な意図が当たることがむしろ当然ではありますまいかどんな方向に導くかということについて意見の対立などが生じがちで そのために起こる面倒を避けるためには、広く世情に行われているもの、ごくありくれたものを採用するという便宜主義が一番無難なのにはそうやりません。が、そういうご都合主義は日本語の改善とか国民文化の向上とかいう使命の手前、すこぶる消極的な態度で、極限すれば無意無策というのに等しくなりはしないかと恐れます。現にこの日本語の混乱状態に当面し、国語問題の急悪している場合に臨みながら、それに対処する方策を確立しないというのでは、 あるいはどの方向に導くべきかを決定し得ないというのではなりません国語宣伝の仕事に際して特に留意すべきことは用語に関する委員会が挙げている諸事項のほかになると思いますが語彙及びのの体系的構成への考慮という一時です前者に関してはかなりの程度まで自由に採用ができるということは認めなければなりませんが。 も一つの体系を構成していいるという事実、ことにその各部においてはすこぶる緊密に結成されている合意体系が存立してその各正員間の相互に張り合っている対立関係が体系の存立を支持する力ともなりあるいは一旦破れた均衡を回復して新しい景観を体系に与える所員ともなるという事実を念頭に置かなければならないと思います。ただ、については差し替えもも部分的的変更も比較的自由です。 しかし誤報の場合に至ってはその体系的構成の緊密なゆえんを十分に考慮しなければなりません。看護の反乱や外来語の横行によって日本語が何か損なわれることがないというのも語法体系がその自己維持の聴力を持って十分緊密に結成されていて他に上手べき隙を与えないからです。この点で音韻体系ももとよりすこぶる硬いものですから外来音声をたちまち投下するという強靭な自己維持の傾向を発言するとと,ともに国語標準化の立場からすれば 質問と認められるるような各地の方言ににおける要因的特性をも容易に変化させないのですところで日本語法の綿密,緊密な体制は長い年月の間に出順した漢文的いわゆる品語から日本語への翻訳的言い回しのためにいわゆる漢文訓読による変容として若干の破綻と修理等を経験したことも事実ですし近代の大文脈の無批判な模倣によって多少の変態的な 生き出物を作り出したことも認めななけれれればなりまませせんんがそれはごく一部局にについて見られる現象にすぎませんもっとは,は,は,つはつらつとして生きのいい高等語にあっては一切のそういう意思的なもの体制的に紛れ込んだ異物はキザなものという局員付きで通用言語から排斥されてしまっているのです健康な生命が自己体制の十分な統制に服しないその体制に寄与しないどんな成分をもとどめないで すぐさま排泄してしまうように活発に働く誤報体制は盛んな代謝機能を発揮して自己維持を完全にしようと努めますその推移するのも体制全体の問題でその戦意各自が勝手に振る舞うことは許されないのです言語におけるこの体系的構成の事理に関しては本因体系の事実について現時の音因学派がすくぶる名,名調にすることに成功したようです。これににによってにわかに学会の注目を集め,集めたゆえんは その探求態度において在来の言語学者の生き方と趣をことにするところが多く、その着眼において近似の科学的主張のうううっこうたるものに敬語するところがあるのではないかと思われます。それと同様な事態が、広報体験の発見、その追求においても発言してくることが期待されるのです。この方面についてまだ的確にそれを施行するような探求業績は耳にしませんが、 筆者が日本語法においていささか到達したところの成績に挑してこれを認めるべきことが監視されます。この検知に立つ時語法的諸形態が一つの国語一つの方言などの,の内部にあっては愛より相待つところの相互依存的交互作用的体制を構成し決対するゆえんを認めるに至ります。この諸見に基づいて初めて実践を画策すべきだということを筆者は特筆する必要があると痛感します。 なぜかというと従来法皇この世の誤報形態の一種的なものの間にも任意の接合が可能であるかのような空爆な考えから日本語の整理や改善がが考えらられた様子があるからです主人の方言や異なった時代の言語から交通法と思われるような形態だけを抜き出してきてそれらを,それを寄,せ寄せ集めるような仕方で机上の計画ががてられた模様があるからです今日において言語を有機体使し生物視するのはすこぶる国家でしょう。 そうした類比を諸種の方面に押し及ぼすことは、誤謬に陥る危険の多いことでしょう。だが、一つの言語が一つの特定のものとして存立し、それが任意に部分的に変化させられることを拒み、強力な影響のもとにおいても、なおそれ自体の特色を維持しているゆえのものを考えると、それが一つの体制的全体として存立するものでなくてはならないことに相当するのはむしろ当然です。そこまでの程度においては、生活態度の疲論が可能で、その体制を、 支持する遊園との内在する力を考え形態を生み出す遊園の機能の営みを考えるのも承認すべきことですこの意味においてまた体制を支持する力の緊張を解きその張力の張り切ってしかもよく均衡を保つところの状態に名付けて健康を解きまた健康化を云々することはまた有意義なことですこの意味で筆者をかせて健康な日本語へを叫びました言語問題第二巻第七号昭和11年7月 この辞理の認識を書くとき、現代日本語が達成し得た健康な関係性をかえって損なうという結果を招くような意識統制がややもすれば企てられるのです。皇帝について筆者は生字に手を入れたがる前々代文法的見地からの国語化の意図を警戒する必要があると思います。筆者の本心はもとより音韻や誤報に対する意識的統制そのものを全面的に排斥しようとするのではありません。ただ言語における形態を作り出すところの内面的機能的辞理に対する十分な見通しを持つことなしに 単に規制の形式への執着から言語の自発的な進展に逆行するような方向にこれを束縛したり各所からの寄せ集めでこともなく作り上げることを試みたりするような生き方に対して警告を発したいのです。例えば国語問題の方面国語政策の方面においてベテランたり権威者を持って目される残階の一,一選達の書論中発音 語詞及び文法から見て現在の東京語には幾多の欠点が存在するがしかしある程度まで関西方言の要素を加味してその標準を確定することは国語政策上から見ても最も得策であると信じる現在の東京語は江戸時代のものに関西方言の要素を多少加味したものであるが今後の標準語にはこれをいかなる程度にまで加味するかが問題である。という一説があります。 これにする見解は防止だけに限らず他の論者にも認められると思いますがこういうふうに薬剤の調合か何かのように子どもながりに医師の体系の中から任意の一辺を,を切り取ってきて他の体系中に加味するということがことに恩恵及び誤報について実践的に可能でしょうかまた高圧的にこれを実施して言えるところのものが果たして日本語の健康を増進するという方向にあり得るでしょうか。 日本語の健康をむしろすこぶる簡素に形成された語法体系について監視しその内面的特性の十分な認識に立脚してその上で表現能力の伸長を企てるのでなくてはかえって望ましくない結果を招く恐れがあるそういうような不用意な統制の実施は無意無策に五感のままに従って放任するのよりもむしろ悪い結果をもたらすのだ十分に自理の見通しをつけて合議の方策による統制を試みることはもとより望むべきことであるしまた時には是非必要である 健康な日本語へ筆者の初心は前件の,の,の問題に関してそういいううにに白ししててまますすあり筆者ののは問題関現在の放送の言葉の実際はこうした方言の人為的顧問の意図を示していないようですから格別それを取り上げて問題とする必要を感じないようなものですが学会の一部にこういう意見が行われているという事実は軽視することができない次第ですしその原理的な考え方について承服することができない以上は それに反対だということを明言するのが学徒の任責務だと信じて、ここにあえてそのこの言語をなす次第です。この点で小学国語読本に対しても多少なりとも遺憾を感じていることについては、俺に触れて述べたことがあります。音声の問題、特に標準的発音、標準的アクセントの普及の事項については言うべきことがないでもありません。しかしこの事項に関してのラジオのほとんど独占的な、したかって特に責任を痛感しての初犯の施設に関して、 筆者はを持ってその成果を気長に期待したいいと思います。どういう方法をもって最大の効果を上げることができるかなどの問題についてもせっかく当事者の研究を希望している次第ですそうして聴取,者が聴取者側において特に学校放送に対する学校当事者側においてどういうふうにこれを利用して効果をもたらしているかは十分考慮されていることと信じますでここではその点について解くことを控えましょうラジオは講義教育だと言ってもあまり不当ではありません あります前ことに講義国語教育など,などだとも言うことができましょうそれは決して学校放送に限りませんそうして国語の整理統制に対する極めて有力な手段ですしたがって国語,も国語問題の解決に対してはもっとて最も適正な法度に沿って進むべきことを鑑賞しかつ期待するのです。昭和11 4-12年教育4の12